おはようございますこんにちは、こんばんは。文化人放送局スタッフ T です。いつも文化人放送局をご覧いただきありがとうございます。本日も文化人スタッフ厳選注目22時15分のニュースをお届けします。本日12月15日、えー、米国、渓谷などの最新ニュースと日本などのまとめニュースをご紹介します。あ、四国もですね。 ぜひ最後までご覧ください。これはやばいと思った方は、高評価を、こんな情報もあるよって方は、コメント欄で教えていただけると幸いです。本日もルールが厳しくなっている都合上、インゴを使わせていただきます。念、え、頭、ー、ご了承ください。まずは、長尾さんの署名サイトの現状報告ですね。12,454名の方に署名していただき、454万9,700円の応援募金をいただいております。皆様、本当にご協力ありがとうございます。引き続き、署名の方、またはあ応援募金の方、ご協力よろしくお願いいたします。 それでは早速本編に参りましょう今日も数回のデータと紹介していきたいと思いますまずはこちら警告メディア日本政府警告の tpp 加入を協議したこともなく今後する予定もないネットの反応わら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 これぐらいはっきり言わないとなというふうに言われちゃってますねはいこのように、えー、松野官房長官も回答されているようですねまず官房長官が回答されているようですねでこちら小崎奈良さんのツイートです警告が日本は警告の cptpp 加入に不満かと被害者仕草 慰安婦、徴用工問題など歴史問題が原因だと推定した自覚がないのか今現在日本からシャインマスカットや農作物を盗んだり福島,福島のこういうことを言ったり輸出管理が必要な国が信用できるはずがない論理的に無理。 日本が歴史問題を持ち出して、渓谷の CPTPP に反対すれば国際社会から非難されるのは日本だと最もらしく言っているけど、そもそも国家間の約束すら守らないし、輸出入でも信用が足りないということを渓谷は理解していない、いつまでも日本が邪魔するみたいな被害者仕草は聞かないというふうに言われていますね。でこちら、国メディア、日本が国に報復輸出制裁を、 全て国産化に成功した上復フッ素は日本よりも良質な純度の開発に成功したというような報道がまたあったみたいなんですがなんか前こういうのが出て結局それはデマだった的なところの情報があった気がしたんですがまたこういう情報が出てきたんですかね。でこちら小崎奈々さんのついてです。 日韓議員連盟がまずやるべきことは、警告に約束を守らせ、農作物の盗みと反日活動をやめさせること、交流と言いながら、警告のわがままを許して、間違ったメッセージを送る組織なら必要ない、それは正常な関係じゃない、日韓議,連議員連盟の新幹事長に武田亮太元総務大臣。武田あ元大臣は二階派、同じ二階派でい、 引退して日韓議員連盟の幹事長も退いた河村武雄元議員の後任となったシャインマスケットやイチゴが盗まれた件について日韓議員連盟が強く抗議したのを見たことがない言うべきことを言えないから何のための議員連盟なのか国会議員としても失格というふうに批判されていらっしゃいますでこちら、えー、これは13日の安倍元首相のテレビ番組出演の件だと思うんですが安倍元総理慰安婦合意について国際社会で損をしているのは警告だあの時の国連 事務総長である渓谷の方も称賛していたはずなの,はずのに残念ながら渓谷は約束を守っていないそういう意味で国際社会で損をしているのは渓谷だというふうに、えー、渓谷に言ってらっしゃいますねでこちら小さな池の大きな魚 CCP 各国地域政府を蹂躙 欧米シンクタンククタが継承という,ふうに言われております欧米の2つのシンクタンクがこのほど相次ぎ報告書を発表し CCP による各国の地方政府への浸透工作に警鐘を鳴らした四国政府が各国の地方政府を朗落することによって国の対中政策の崩しを行う図っているという米国う国営放送ボイス・オブ・アメリカが報じたというふうに言われておりますねまあこれ分かってたことですが改めてこのようなことが出てきたみたいですねでこちら ここ,ここから日本関連なんですが、こちらびっくりしましたね。高市さんね政調会長が、前夫、山本拓司と再婚と関係者が証言、総裁選がきっかけかというふうに言われております。再婚してもらってよかったなと思います。さっきの総裁選で岸田総理を猛追した高市さんね政調会長、その戦いを支えたのが元、前夫である山本拓前衆議院議員だった。 二人は2004年に結婚したが17年に離婚。ところが11月末に二人が再婚したとの情報が駆け巡っている。果たして真相はというふうに言われております。山本氏の地元福井の政界関係者が言う。11月末に高市さんと山本さんが復縁したらしいという話が関係者の間で囁かれ、地元マスコミも取材をしていました。まさか総裁選で焼けぼっくりに火がついたのではないかと。そこで山本氏の元妻との子である山本福井県議に聞くと、 私個人は再婚してもらってよかったなと思います。そう再婚を認めてこう続ける。父は60代後半なので今後パートナーがいるっていうのはいいことですし11月下旬に父から電話があり席を入れるという報告がありました。改めて後日会うと席を入れたと話していましたと。で高橋さんね政調会長を直撃すると再婚の理由についてもともと仲はいいですからね。 離婚した時も性格の不一致ではなく政策の不一致やったと聞いています父が議員ではなくなったことでその障壁がなくなったのかなと思っています 高市政調会長を直撃するとくだらない記事が出て全国からお祝いでも届いたら記事の情報提供者を訴えたいくらいですと語るのみだった12月16日発売の「週刊新潮」では永田町を駆け巡った極秘再婚の噂について重宝するというふうに言われていますねいやこれは本当おめでたい話ですよねおめでとうございますと本当に伝えたいですで、えー、こちら竹内久美子さんも 高市先生おめでとうございます。やはりベストパートナーだったのですね。というふうに言われていますね。で、こちらでも報じられております。高市政調会長が前夫山本拓司と再婚と関係者が証言。総裁選がきっかけか。ネットには祝福の声。高市さんはファーストジェントルマンが決まっていよいよ天下取りというふうに言われていますね。で、えー、この前夫山本拓司さんっていうのは。 二階派の議員さんだったというふうには聞いているんですが、こちら、総裁の選の時にですね、えー、こちら紹介させ,てさせていただいた記事かと思うんですが、山本拓衆議院議員、これ9月22日の記事ですからね、元妻の高市氏を熱烈支援、新次郎氏から仕掛けられた喧嘩、元夫が勝った。 総裁選に立候補した高市政調会長の高市政前総務省の元夫で自民党の山本拓衆議院議員、まあ、当時ですね21日本市などの取材に応じ小泉進次郎環境省に対して怒りをあらわにした小泉氏は高市氏のエネルギー政策を批判しており高市氏の山本氏は高市に仕掛けた喧嘩は元夫が勝ったと言い切った。 ととといいいううううふふにに代理戦戦争と言言わわんばかりのだれていますね、まあ、こういうようないろんなことがあってで、えー、再婚ということになったんじゃないかというふうなことも言われているんですかねもともと性格の不一致ではなかったと政策の不一致だったというふうにここでも言われていますからねはい、まあ、総裁選がきっかけになったんでしょうかいや本当におめでとうございますとは重ねて申し上げたいと思いますでこちら 首相米豪などの輸出管理人権イニシアチブへの参加検討岸田文雄首相は14日の衆院予算委員会で米国やオーストラリアなど4カ国が創設する輸出管理人権イニシアチブへの参加を検討する考えを示した内容を精査し検討中であることを現時点では参加を表明していないが今後の議論を踏まえて対応ぶりを検討していきたいと述べた米ホワイトハウスは今月 90両日に開かれた民主主義サミット閉幕後権威主義国家が民主活動からの監視や人権弾圧に悪用する恐れのある先端技術の輸出を管理する枠組みを 米豪でデンマーク、ノルウェーの4カ国で立ち上げると発表。カナダとフランス、オランダ、英国が枠組みへの支持を表明したとしている。日本はリストになかったということで、まあ、この度参加を検討しているということですね。まあ、これはちょっと大丈夫かという声があったんですが、検討しているようです。でこちら、玉木雄一郎さんのツイートです。私の質問に対して思った以上に前向きに答えてくれました。日本企業が取引から排除されないためにも国際的なルール作りに積極的に関与するとともに、国内でも人権デュージェリエンス、 方を整備すべきですというふうに紹介されていらっしゃいますねはい、玉木さん本当に素晴らしい、えー、仕事をされていらっしゃいますねでこちらこちらゆうかん富士編集局さんですね外交評論家加瀬さんの日本を守るシ国とロシアが軍事的連携を強めウクライナ侵攻と軍事有事が連動するとの分析があります日米対話複合危機器にどう対峙するのでしょうかというふうに紹介されていらっしゃいますねでどんどん行きたいと思いますこちら 先ほどの記事を紹介されて日米大政権は複数の危機にどう対処するのかとするのか一部では2月の北京冬季五輪後が危ないといの見方があるというふうに言われていますでこちら安倍氏がまた台湾巡り四国批判日本のネット民もうんざりと四国メディアというふうに言われております こ,ちらですね、これ、昨日も紹介させていただいたかと思うんですが、C 国メディアのこ,こちらの記事は初めてですけど、この安倍元首相が、ー台湾有事や日本有事発言で注目を浴びた安倍元首相が再び問題発言を行い、日本のネットユーザーもうんざりしていると、ここでは書かれているんですが、シンクタンクなどで、えー、また C 国を批判されたということを昨日も紹介させてもらったと思うんですが、それについてこの記事ではですね、日本のネット上でのこの人の話は信じられない、どうせ口先だけ安倍氏は、 首相在任期間が長かったのに外交の成果何も得られず海外とのパイプのなさを露呈した安倍氏にとってベストなのは何も言わないこと発言すれば自民党内部や安倍氏の周囲を混乱させるだけといった感想を取り上げて紹介しているというように言われておりますねはいなんか <laughs> ねえ切り口がね四国メディアの関境もはこのように言ったみたいですねでこちら 佐藤正さんの続いてです台湾は民主主義守るため戦うネーション安倍元首相が英語で講演ネーションこれが普通の感覚覇権的傍聴主義から民主主義を守る防衛の第一線が台湾というふうに言われていますそしてこちら加藤さんがあ佐藤正史さんの先ほどのツイートを紹介されて素晴らしい最近の安倍氏の活躍ぶり同目するばかりやはりもう一度首相に戻ってほしいというふうに加藤さんはおっしゃってますでこちら 静岡県議会が川勝平太知事に猛反発川勝知事はボーナス返上を目指すも条例と整わずと言われておりますね川勝知事への批判が反発ですねまだまだ終わっていないようですねでこちら鳩山由紀夫さんについてですね今の教育を根本的に変えなければいけないと前川喜平さん、えー、寺脇さん須藤さん方と議論して 人身性を生きる君たちへという本を世に問いましたその書表が日本教育新聞に掲載されましたのでご覧になっていただけたら幸いですというように言われておりますすごい、えー、メンバーですねでこちら辻本清美氏大阪西成の介護施設でボランティアを始めました新たな活動に意欲十分というふうに報じられておりますねはいボランティアされているということで、えー、活動素晴らしい活動ですねで、えー、こちら 玉木一郎さんのついてです衆院憲法審査会16日開催へ立民・自民提案を承諾というふうに言われていましてそれについて玉木雄一郎さんがこのように教えてます憲法審査会が定例日にきちんと開かれるようになってよかったこんな当たり前のことがけん選挙前はできていなかった憲法は国民のもの国民から見て分かりやすい議論を心がけていきたいあさって基本的考えを表明しますというふうに言われていますねはい進みそうですね話がねでこちら 立憲民主党、泉代表、国民民主党との連立に意欲。ネットの反応、また合流と分立を繰り返すのかよ。元かノの共産党はどうするのさ。でも共産党はもう別れる気ないみたいだよ。わら。連立してくれなきゃ。審議拒否、わらわら。というふうに言われていますね。また戻るんですかね。で、こちら。連合、吉野会長。立民はもう、共産と決別してほしい。共産と政権。 ダッシュ後の限定的な閣外からの協力で合意するなど踏み込んだ関係を築いた影響があったと指摘ネットなんで連合はそこまで立民にこだわるのか連合はもう立民と決別してほしいというふうな声も上がっているようですね。でこちら